J-WAVE をお聞きの皆さん、こんばんは。ジ・オーラル・シガレッツ、山中拓也です。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしていきます。前回は、ビムさんに来ていただきましたが、今夜はシムのボーカルマーさんをゲストにお迎えして深夜に音楽対談をお届けしたいなと思っております。シムのマーさんは、本当に僕が東京に上京してきたタイミングで、僕の居場所を作ってくれた、お兄ちゃん的存在ですので、今夜楽しみにしていてください。ということで今日はシムのマーさんをお迎えしております。よろしくお願いします。シムのマーです。よろしくお願いします。めっちゃ眠そうじゃないですか。いやー大丈夫大丈夫大丈夫、いや俺頑張ろう。もうマーさんラジオに呼ぶ日が来ると思ってなかったですね。なんか俺一個だけ聞きたかったんですけど、マーさんも先輩もめっちゃいるし、後輩もめっちゃいるじゃないですか。なんか慕われてる後輩もめっちゃいるし、先輩からもすげえ可愛がられてるイメージで、マンさん兄弟でいうと弟っすよね。弟姉ちゃんだけ、で弟の人って結構こうなんつうんやろ、人に懐くのうまいっつうか、だからなんか先輩に可愛がられてる人結構多いなと思うんすけど、後輩にめっちゃ慕われてる人ってそんななんかあんま思い浮かばんくて、そう後輩とのその扱い、後輩の扱い僕全然わからないんですよ。先輩にはいけるんですけど、後輩来られてもなんかこうちょっとむずいっすみたいな。それ後輩来る時も別に何の違和感もないんですか？俺は全然なんか、えだって普通にしてるだけだよ俺。でも怖いっすよ。怖くないよ俺ほんと。1対1で喋ったら俺多分怖くないと思うんだよね。でも1対1で喋ろうっていうのは相手からですもんね。まさかあんま言わないし、自分からは絶対行かないかな。だから来るんだったら話聞いてあげるし、全部聞くし、なんか言ってほしいんだったら言うし。ああなるほどね。じゃあ俺もまーさんと出会ったタイミングで、まーさんと一回話聞いてほしくて飯行った時に、なんかその時多分 CD のその1週目で発売してから、で5000枚ぐらいやったんかな多分。でまあ、さんに俺1万ぐらい目指してたんですけど5000しかいかんかったんすよみたいな話したら、いやお前5000人聞いてくれてるだけでもありがたいやんけって言ったの、今でもむっちゃ覚えてて。あ本当？そう、それすげえ励みになってんすよ。あ僕らがね東京来た時に居場所作ってくれたのはまあさんやなって俺は思ってるんで、なんか今日改めて嬉しいっす。ありがとうございます。ありがとうございます。あんまり僕まあさんのルーツとか知らないので、はい、ちょっと今日ルーツとかの話できたらええなと思ってるんです。マーさんは学生時代とか10代とか主にどういう音楽で育ったんですか？はい、中1の時に姉ちゃんが、まあなんか付き合ってた彼氏の影響で、ハイスタを家に持ち込んできて、姉ちゃんがハイスタを彼氏の影響で持ち込んできた。そうそうそう。でそれまでは普通に J-POP とかを小学校の時聞いてたんだけど、で中1でいきなりハイスターをぶっ込まれて、めっちゃ速えみたいな。確かに J-POP 聞いてたらテンポめっちゃ速いじゃん。うわかっこいいっつって、で同時にベースギターを、ほう、まあ、なんかバンドブームだったんだよね姉ちゃんの代が。で最後中学の卒業ライブでベースを弾いてみるとか言って言い出して、ベースギターを持って帰ってきたんで家に。ほうほうほう。でそれでうわベースギターだみたいな感じでのめり込んでハイスタとかパンク系をめっちゃ聴いてた。えそれギターとかその、まあ、ベースギター渡されて、でハイスタかみたいな感じ、ハイスタとかからをコピーし始めたんですか？もう楽譜とセットで持ってきたからハイスタの。あなるほどね。そうアルバムの楽譜と CD とベースをいきなり家に来たから、
もう興味あるよねやっぱ中学1年ぐらいだと。確かにハイスタブームすごかったっすからね。もう今ももう今でもハイスタやるってなったらすげえお客さんが集まるので、やっぱレジェンドやなと思うんですけど、そのハイスタやった後どういうバンドのコピーとかはしてきたんですか。その後めっちゃしてた。中学3年間周りにバンド仲間いないから俺ずっと一人でベース弾いてたの。ほうほうほう。だからもうコピーするしかないじゃん。うん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 。でハイスタから流れていって洋楽のパンク聞きまくって、うん、もう中学校はもうパンク小僧だね。へえ。あ、じゃあベースからなんですね。そうで、ベースボーカルやりたかったのずっと。え？そうなんだ。ってハイスタはさ、南波さんがベースボーカルだからそっから入ってるから、ベース弾きながら歌おうみたいな。へえ。それベースボーカルやり始めてからバンドに至るまではどういう流れだったんですか。で高校に入学するときにようやく軽音楽部があるバンドに高校に入ろうってなったの。バンドやるために。でこう県内で活発だって言われてた高校に入学して、そこでようやくバンドが始められた。その時ベースボーカルですか。その時は3ピースでベースボーカルもやるしギターボーカルのやつもいるみたいな。前2人が歌うみたいな。じゃあ最初は楽器持って歌ってたんですね。そう、ベースボーカルが最初。へえ、うん。そこにいるメンバーはシムのメンバー1人もいない。いる。誰ですか。一番最初のベースがその時のドラム。え、一番最初、あ、もう今シムにはいないけど、うん、シムの一番最初のベースの人がその時のドラム。要は3人でバンドやってて、はい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 、俺はベースボーカルで、うん、ドラマーがいたのね、うんうん、でその後俺はギターボーカルに転向するの、はい、でベースを置く、うん、じゃあ俺ベースやろうみたいな感じでそいつがベース始めたの。なるほどなるほど。で出会っ地元のライブハウスで出会った同世代のめっちゃうまいドラマーのやつが、うんうんうん、マー君とバンドやりたいって言ってくれて、うん、じゃあベースあいつ入れようってことで、うん、3ピースで始まったシム。あ、もうその時から名前はシム。シム、まあまあまあ、すごだ。高3ぐらいの年からシムは始まった。あ、そうなんすね、うん、なるほどなるほど。でそれでシムが進んで、そこからの今のメンバーに出会うのは何で出会ったんですか。は地元バンドの仲間。そう、バンド仲間、対バンとかよくしてた、バンドから、まあ、結果引き抜くみたいな形になって。じゃあもう今残ってるオリジナルメンバーはもうじゃあマーさんのみなんですね。そう、俺だけ。うん、そうなんや。まあそのシムとしてももうだいぶ長いと思うんですけど、その長いアーティスト人生の中でターニングポイントみたいなになった転機みたいなんてあるんですか。ターニングポイントか、うん、それはやっぱ1個は今のメンバーが揃った時、うんうん、それが2009年なので、うん、バンド始めて5年ぐらい経った時なんだけど、うん、バンドってさ、うん、結成した時が一番勢いあるじゃん。確かに。なるほど。自分がずっとバンドやりたいって思ってたやつと一緒にバンドできるわけだから、うん、俺ら最強だぜ、何でもできる、うんうん、って思うんだけど、そのうちのメンバーが抜けていったりするじゃん。はい。でそれって最強が崩れちゃうから、はい、みんなすごいショック受けるんだけど、はい、実はそんなことなくって、その後揃ったピースこそが最強で、実は。なるほど。でシムで言えばシン君、ゴリ、翔平、まあっていうメンバーが最強で、うん、始めた時のメンバーとかは、あ、最強じゃなかったんだなって気づいたっていうか。なるほどね。そうだから、めちゃめちゃいいこと言いますよ。だからメンバーが脱退とかよく大ニュースになるけど、はい、まあ、別にそんな大したことなくて。なるほどなるほど、うん、まだ見ぬ最強ピースが揃うかもしれないんだから、逆にこう前向きにやってった方がいいんじゃないかなっていう気持ちになるよね。なるほどね。なんかよく、うん、まあ、お客さんからの相談とかでも、うん、メンバー揃いませんとか、うん、インディーズでバンドやってるんですけど、バンドからメンバー抜けちゃいましたとか、うんうん、でもなんかこの先どうしましょうみたいな、こう結構いるから、うん、なんか今の言葉とかかなり響くんちゃうかなと思いますけどね。そうだね、うんうん、なんか人が辞めてったり抜けてったり、まあ別れっていうのをさ、うん、重く捉えすぎなんだよね、みんな。なるほどね。だ最初から多分そいつはそういう運命じゃなかったんだよ、うんね、うん、だそいつを無理して引っ張ってもさ、うん、お互い幸せになれないから。もう一つはそのやっぱ震災、
2011年の震災があった時に個人的にすごいターニングポイントで、それまではすごいネガティブな考え方をする人間だったの俺は。なるほど。だからまあいつか死んじゃえばいいや、成功しなかったら死んじゃえばいいし、誰にも迷惑かけずにいなくなろうとか思ってたけど、やっぱ震災が起こって自分のファンの子たちが苦しい思いとかしてるのを見た時に、もう1秒でも長く生きていこうみたいな、絶対死なねえって、みんなの分まで生きなきゃいけないっていうのすごい考え、ガラッとほんと180度変わって、そっから書く歌詞とかもすごい前向きなものが増えたし、ああなるほど、なんかすごくわかる気がします。だからまあちょうどセカンドアルバムの「シーズ・オブ・ホープ」っていうのを作ってた時だったんだけど、歌詞も全部書き換えて、もうレコーディング前にもうやっぱ書き直すっつって、マジ、ネガティブな言葉はもう排除してっていう、できるだけみんなが前向きになれるよ。そうそうそう。でもそれでそのアルバムがこうちょっとヒットして今のシムがあるから、すごい大事な年だったなって、いろんなものを考えた年だったなっていうのはあるかな。一緒にこう歩んでいく人だったり応援してくれる人みたいなところへの仲間への愛情が本当にまあさん強いっすよね。そうかな、そう、すげえ強いなって思う。シムは楽曲作るときどういう工程で作るんですか？は俺が9割方もう作って、メンバーがそれをコピーして、で最終自分の癖とかもっとこうしていい、もちろんみたいな感じでアレンジ加えてもらって100になるって感じかな。じゃあもうドラムからベースギター全部最初に自分で入れちゃうって感じなんですか？うん、もうほぼほぼちゃんと聴けるレベルのデモを作ってやるかな。もうコーラスとかも全部入れてみたいな。じゃあもうリフとかもギターに任せるっていうよりは先にもう作っちゃうって感じ？ああ、もう全部、ほぼ全部。へえ、すごいなそれ。あのギターのなんてリードギターって言ったら分かりやすいかな、はい、チル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 みたいな、ああいうのはもう翔平に任せるけど、なるほどなるほど、基本となるそのあれは全部俺が作るかな。それ曲作るときに、自分のやりたい音楽つうか自分が好きな音楽だったり、シムで表現したい音楽と、あとちょっとなんつうんですかね、リスナー目線じゃないけど寄せたやつ、そう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 、みたいなやつの割合って気にしながら曲作ってます？それね、時期によって違って、めちゃくちゃ意識してた時期もあったし、最終今は全く無視するっていう、あ、もう全く無視し始めてるところに入ってる。それなんで無視できるようになったんですか？お客さんをなんか信頼できるようになったっていうか、ずっとどっかでいやこんなことやってもお客さんに理解してもらえないだろうなみたいなことを考えてたんだよ。でも自分たちの想像しているはるか上にお客さんは俺たちのことを理解してくれてて、理解しようとしてくれてるから、俺らが突拍子もないことをやっても多分お客さんはついてきてくれるなっていう信頼が持ってたんだよね。なるほどな。それですごい次のアルバムはもうしっちゃかめっちゃかやりたいことやるぞっつって、去年出した5枚目のアルバムを作ったって感じ。あ、じゃあそこが結構初めてもうそのやりたいことも振り切ってやっちゃえたの？ファーストがそうで。ああ、なるほどなるほど、めっちゃわかります、めっちゃわかります。そう、もう若い頃からもう、バンド始めた時からファーストアルバム俺らが出すとしたらみたいなこと考えてたようなものを作って、で俺らはそれが700枚ぐらいしか売れなかったの最初、全然売れねえ、みんな分かってくんねえよみたいなところで、分からせるにはどうしたらいいんだろうっていうのですごい考えてやってたのが2、3枚目ぐらい、でそれにちょっと挑戦も加えていったのが4枚目で、なるほど、で5枚目になったっていう感じか。でもそう考えたら確かにあの、パンドラとかのあたりでもうシムがバーンって上がっていってるの僕らは見てたんで、後輩たちは、だからそれそう考えるとすげえ狙い通りっつったらなんかちょっと言い方むずいっすけどね、こうちゃんと混ぜ合わせたことがこう成果に出てるっていうのはなんかすげえことですね。
まあ、ライブの方も僕ら、ね、バンド、まあ、一緒にツアーも回らしたり、はい、まあ、回らしてもらったり、北海道も一緒にツアー回らしてもらったりして、うん、やっぱシムのライブっていうものはかなり強いし、僕らもシムと対バンある時とかフェスで一緒になる時は絶対シムのライブ見に行くようにしてて、ありがとうございます。で そのやっぱあのシムのライブの強さみたいなのって、うん、なんかいろいろバンドのパターンあるじゃないですか。こうしよう、こういうステージングしようって決めてやるバンドもいれば、うん、もうおのおの4人ともバラバラで自分の好き勝手やっていいよっていうバンドでなぜか統一感があるバンドとか、うん、っていうなんかいろんな括りがある中で、ライブやっていく中でこう大事にしてることとか、うん、そのライブやっていく中での決め事みたいなんてあったりするんですか？まあ15年以上やってるので、うん、まあ、曲新しい曲ができた時にこういう見せ方をしようとかっていうのはもう経験で蓄積されてるから、大して話し合わなくてもなんとなくうまくできちゃうから、まあその辺はあれなんだけど、自分が個人的に思っちゃんと考えてることはメンバーも騙すというか、ああなるほど、まあシムのライブを見たことがない方、はい、リスナーの方は何のこっちゃって思うかもしれないんですけど、はい、まあ本当なんてショーというか、うんうん、そんな展開ありみたいなことをシムはたまにやったりするんだけど、そういう時も絶対メンバーには相談しないし、聞いてるメンバーすらえみたいな。なるほど、確かにそうよくある質問。まずは身内を騙すっていうことじゃないと多分お客さんも騙せないんだよね。うーん、確かに確かに。メンバーが下り顔でさ、うん、来るよ来るよはっみたいな感じで相手を騙しちゃったら、はい、お客さんにそれ伝わっちゃうと思うから、うん、もう何やるにしてもメンバーには言わず、うんうんうん、もうセットリストと流れだけなんとなくこういう風に流れていくよ今日は、うん、っていうのだけ教えて、喋、うん、る内容とかはもう一切誰にも言わない。なるほど、うん、っていうのは意識してる。確かに何かそれでメンバーがみたいなになって、うん、なんかステージ上でめっちゃ笑ってることとかよくあるじゃないですか、うん、そう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 。でもあれはやっぱ見てる側も見ててめちゃめちゃなんかこう楽しくなるっつうか、うん、これそんなんありなみたいな。そう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 これから始めてみたいことをちょっと最後に聞こうかなと思ってます。はい、この2021年始まりまして、うん、はい、まあ、新しい気持ちでもうそうですし、はい、まあ、こういう今の状況下で、できることもあると思いますが、うん、これから新しく始めてみたいことってありますか？新しいことか、楽曲提供、あ、はいはい、もうちょっと頑張りたいなと思ってて、はい、まあ、今までリサちゃんにしか曲書いたことなくて。あ、そうなんすね。そう、なんかでもリサちゃんともいろいろやれたし、うんうん、なんか違う人のも書いてみたいなみたいな。なんかどんなバンドやりたいとか、どんなバンドをプロデュースしたいとかあるんですか？一個やりたいのは女の子ボーカルのバンド、うん、プロデュースしたいな。なんで女の子バンドをやりたいんですか？日本ってさ、あんまり正統派の女ボーカルのロックバンド、うん、楽器は男みたいなのって、うんうんうん、なんかあんま最近こう出てきてなくって、うん、まあいたんだけどもちろん、うんうん、なんか途中でやめてっちゃうみたいな子が多かったりとか、うんうんうん、なんでそっち行っちゃうかなみたいな。あ、絶対右に曲がった方がかっこいいのに左曲がっちゃうみたいな、うん、そういうのがあって見てて、そうですね、はい、なんかこう完全プロデュースしてやってみたいなみたいな、超かっこいい、なんか海外で言ったらパラモアとかみたいな、あ、かっこいい、ああいう、 もうみんなが超かっけーっていうような女性ボーカルのロックバンドプロデュースとかしてみたいな。そうですね、もうパラモアとかもうライブ男ですもんね。やばいよねむちゃくちゃかっこいいから、むちゃむちゃかっこいいっすよね。男が惚れる女の人って、そうそうそう、ああなんかもしれないっすよね。はい何これいやもうほんまに慣れてないんですよ。いやいやすごい上手だったよ。いやいやいや、もうやめてくださいやめてください。いやその拍手がわざとらしい
はい、いやオーラルの話してないけどいいの？じゃあ最後あの、うん、オーラルと2021年以降、うん、やりたいことないですか？オーラルとシムで？オーラルとシムで。特にないです。おい言え言え。いやあのツアー、はい、がっつり、はい、10日間ぐらい、あ、はいはいはい、もう一緒に移動するツアーとかやってみたい。やりたい。ツーマンツアーみたいな。それめっちゃやりたい。もうあれでしょ、あのライブ以外のところはあの普通に遊んでみたいな感じの。そうそうそう、同じ宿に泊まってみたいな。めちゃめちゃ楽しい。もう早くツアーとかしたいっすね。ね、そういうのがしたい。ツアーもうマジでやれてないっすもんね、うん、ちょっとほんまに台湾ツアーできるようになるようにちょっと頑張りましょ う、ね、みんな頑張りましょう、みんなで頑張っていきましょう、はい、ロック支えていってください。よろしくお願いしま す。というわけで、今日はマーさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとう。ジ・オーラル・シガレッツの山中拓也がナビゲートしてきましたワウミュージック、いかがだったでしょうか。今日は、もう僕の兄貴と言っても、過言ではない、シムのマーさんに来ていただきましたけれども、マーさんとは普段から結構こう、飯ご飯行ったりだとか、でいろんなお話してるので、本当に今日は、マーさん、いろんな話聞かせていただいて、僕も勉強になりましたし、これから先、一緒にバンドを盛り上げていきたいなと、思いました。本当にありがとうございました。次回のゲストはですね、ハイドさんに来ていただきます。番組へのメッセージは番組ホームページからお待ちしております。ツイッターの場合はハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグ WOW813、 ハッシュタグ JWAVE、 ハッシュタグ WOW813 をつけてぜひツイートしてください。そして今日の番組の模様は後日 YouTube で配信中の番組ミュージックファンでも配信されますので、そちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ここまでのお相手はジ・オーラル・シガレッツ山中拓也でした。